もう自由にやりながらたまにぶちかますみたいな感じだからどうにかなってんだと思う。僕はなんかある意味でそこまでまっすぐでもピュアでもないから清濁合わせ飲めるから、うーん、間にマネージャーさんとか入ったり起業家でも広報が入って直でやり取りできないのは全くやってて楽しくないし、しかも売れないから基本やんないです。あの健丈さんのところに箕輪、うん、さんキャラの、まあ、勝手に失礼かもしれないですけど、うん、絶対こっち側じゃないですか。どう分けるとですか、自由人側ってこと、組織に勤めてどうこうするっていうタイプよりは、うん、自分でっていうような、うん、まさにフラフラっとしてる感じですよね。そうですよね、うん、でも厳冬社という会社にいてかつ健丈さんに、うん、ああいうふうに自由にさせてもらう立ち位置を取るって、うん、すげえなって思って、うん、結構想像したんですよね。自分が箕輪さんの立場で、じゃあ厳冬社に社員で入ったとしたら、うん、自分はそんなことができたんだろうかとかって言ったら難しい、無理だなって思って、出版業界の一番の今異端児の、多分北澤さんの方がピュアというかまっすぐだから、辞めるか勤めるか、本気で勤めて結果出すか、もう自由になるため辞めるかって多分自分に突き詰めると思うんですよ。はい、僕もっといい加減なんで、もう適当に美味しいとこ取りみたいな、多分美味しいとこ取りみたいな適当にはやんないじゃないですか。あ、まあ、やるからにはぶちかましたいみたいなのやっぱありますよね。ぶちかますか自由に生きるか、まあ、自由にやりながらたまにぶちかますみたいな感じだからどうにかなってんだと思う。いや、ぶちかまし続けてますよね。いや、まあ、でもそんなピュアじゃないんで。ああ、そうなんだ。ピュアだとできない、ピュアじゃないっていうか、そんなに突き詰めない、いい加減な部分があるからやれてる気がします。例えば会社と、うん、まあ、著者とか自分のやりたいこととかの上手にバランスを取って全員に OK させるみたいなとこってものすごいセンスが必要というか、そうっすね。でもそれもものすごいまっすぐな人だとバランス取れなくて、著者の方に肩入れしすぎて会社とバトったり、逆に会社の方に肩入れしすぎて著者から信頼失うみたいな、まっすぐだってピュアだってしすぎると多分そうなるんですけど、僕はなんかある意味でそこまでまっすぐでもピュアでもないから清濁合わせ飲めるから、まあ、こんなもんだよなみたいな部分もありつつ、上手いそこはだからやれてんだと思うんです。確かに、まあね、うん、自分の会社に関しては自分の会社だから文句言われるあれはないんですけど、うん、僕の場合よく起こる問題で言うと、はい、著者を全力で口説くじゃないですか、うん、でも著者以外見ないじゃないですか、うん、でそこと仲良くなるというか、うん、友達になるんですけど、うん、そうするとそこで話が決まるじゃないですか、うん、でそういう人たちで事務所に所属したりしてて、うん、そことは揉めるというか怒られたりよくする、定期的に怒られるんですよ、うんうん、分かる、聞いてないとか、分かる。だから僕ゼロじゃないですけど事務所所属の人の仕事はほぼやってなくて、はい、間にマネージャーさんとか入ったり、はい、起業家でも広報が入って直でやり取りできないのは全くやってて楽しくないし、しかも売れないから基本やんないです。あ、そう決めてるんですね。だいたい売れなくなる、マネージャーさん経由でやり取りしてる時多分売れなくなるから、うん、この感じだったらやんない方がいいっすって、直でできないなら。なるほどなるほど、うん、なるほど、絶対熱乗んないじゃないですか。そうなんですよね、うん、芸能人本苦手なんですよ。本人とこう波長があったと思ったら後からマネージャーさんが実は本人やりたくないらしいですみたいなこと言ってきたりするじゃないですか、はいはいはい、もういいよそういう駆け引きみたいな苦手なんですよね。あ、いや本人も僕には楽しそうとか言ってマネージャーに実はやりたくないとかってタレントってそういうことをやったりするじゃないですか。あ、もうそうすると本音が分かんなくてややこしいから熱こもったものできないなと思って芸能人ものは苦手ですね。あ、そっかそっか。で直でやりすぎるとマネージャーへすを曲げるじゃないですか。そうなんですで社長とか出てきて超怒られたりとか。そう、この悩みを相談できる人でなかなかいないよ。僕も結構本ごとにもう怒られる覚悟を決めるんですよ。ですよね、はい、でも謝るのは謝ろうと、うん、うちってやり方が誰も教えてくれないがゆえに、うんうん、なんかちょっと変なことをやっちゃうんですよ、うん、例えば今度やるのも、うん、海賊版を勝手にこっちで作った本を、うん、にはフィリピンとか路上とかに行くと、うん、マイケル・ジャクソンとかマイク・タイソンとか、うん、パッキャオとか、うん、海賊版勝手に DVD とか出てるじゃないですか、うんうん、でも基本レジェンド系の人たちばっかりじゃないですか、うん、そこに
名前がないのは絶対おかしいから海賊版を作ってきましたって言って、で本人の OK だけもらって、そうすると公式海賊版ってなるじゃないですか。そうすると海賊版なんで全国流通みたいに普通の流通に乗っけないで直売りをするっていうのをたまにそういうことで、そこにグッズをつけたりとかして、普通の本屋に流すと1万円とか1万5千円の本って売れないけど、海賊版だったらね売れるわけじゃないですか。でそういうんで年末か年明けぐらいにもそういうのを出したりとか、でそうすると、まあ、海賊版なんで事務所は関係ないじゃないですか、うん、でも本人は OK してくれてるから、うん、まあそんなの絶対ダメですよねでもうちちょいちょいやるんですよ、うん、でもそっちの方が儲かったりとかね。まあそりゃそうですよね。そうですよ。だからそれこそ GACKT さんのコロナ始まった時に結構助けられたのは、うん、特装版という形で流通に流さないやつを出した時も、うん、夜中の12時から朝6時ぐらいまで、うんぐらいで利益が出たりすご、結構海賊版に助けられてて、僕はでも本はそっちの方に行くって思いますね。やっぱ、まあ、単価上げて本当に好きな人が買うっていう、もう情報として買うとかないじゃないですか。箕輪さんとかだとこう発信力があるから、無名な人とかでも仕掛けれるじゃないですか、はい、そこをぜひアドバイスいただきたいっていう。無名な人をどう、まあ、例えば今回のこの本とか何すりゃいいですかねっていう。誰にどれぐらい売りたいんですか。誰にどれぐらい、どんな人に、まあ、これで言うと、うん、結局はタイトルにあるように死の後の言わずやっちまえっていうタイトルなんで、うん、一歩踏み出そうと思っても踏み出せてない人とか、うん、そういった人たちですかね、うん、に刺さる本なのかなとは思ってるんですけど、うん、そうですよね。アイムさんも自分もやり方が、うん、本当知識5年経験とかない中で、うん、ノリでやって今回共著にした理由っていうのが、うん、同じ共通するエピソードを、うん、お互いの角度でエピソードを書いてってるんですけど、うん、やり方が似てるので、うん、例えばアイムさん一人がうまくいっただと、うん、高橋アイムだからできたんだよってなるし、うんうん、僕一人でもそうなっちゃうから、でも同じノリだけでバイブスだけでできたのが、うん、それぞれのエピソードでこう2つずつあると再現性が出てくるじゃないですか。確かに。あ、それでいいんだって思ってもらえればいいなっていう、うんうん、やっぱ売るってこと考えると今本当にコミュニティ単位で売れるっていうか、ちっちゃくネット上に目に見えない同じ価値観のコミュニティってあると思うんですよ、はい、それこそブレイキングダウンが好きとか、はい、令和の虎が好きとか、そういうどっかの強いコミュニティに刺すっていう、その人たちの界隈ではもうバイブルになってるみたいなのをどう仕掛けるかですよね、うん、なるほどなるほど、うん、一人一人に刺すっていうよりもこのコミュニティの人はもうこれがバイブルになるんだっていう戦略をいかに立てるか、そうすると誰に読んでもらおうとか誰に面白いって言ってもらおうとかっていうのが決まって、この人が面白いって言うともうこのコミュニティの人がみんな買うよねみたいな、うん、僕の頭の中では縁みたいなのがいっぱいあってそれは重なり合ってるんですけど、うんうん、例えばホリエモンの縁、西野さんの縁とか縁がいっぱいあって、どこの縁からまず埋めていこうかなって考えますよね。あ、でその共通して被るところが一番強いみたいな。もちろん被ってって、こっち被るとこっちの縁にもまた派生してっていう、それぞれが今自分のフォロワーとかっていう縁を持ってる状態なんで、それをどう埋めていくかっていう、そういうよそのコミュニティとか、まあ、人見知りっていう自覚はないんですけど、本当、うん、友達がいないんですよなんか珍しいですね。一番いそうなキャラじゃないですか。いないっすね。へ、それは嫌なんですか。名刺交換とか、うん、LINE で細かくやり取りとかが苦手なんですよ。なので人を紹介されることはすごい、まあ、他の人より多いんですけど、うんうん、自分からその人を誘うって、うん、めったになくて、よくガクさんにも怒られるのは、うん、まあ、ガクさんもすごい仲いいし、うん、尊敬もしてるしあれなんですけど、うん、ガクさんに定期的に怒られるのは、うん、傭兵からメッセージが来たことがほとんどないと、いつも LINE は自分からしていると、うん、僕から行くとき連絡するときなんかお願い事がある時だけで、うん、それはコミュニケーションと言わないと、うん、でコミュニケーションっていうのは、うん、何の用事もないときに連絡するのがコミュニケーションだって言われて、うん、あ、なるほどって思うんですけど、何の用事もないときにメッセージを送るのがすごい苦手で、まあまあまあ、でガクさんとかはもうおはよう元気かとか普通に送るんですよ、うん、もちろん僕だけじゃなくいろんな人に送ってると思うんですけど、うん、でもあんなに怖そうで、うん、コミュニケーション能力すごい低そうなのにめちゃめちゃ高いですよね、うん、だからガクさんの前ではすごいコミュ障扱いをされて、うん、いいじゃないですか。でも頼りたい時とかそういうご飯食べに行くのも大体いつも同じメンバーだし、うん、お酒とか飲まないですか。あ、飲みますよ飲みますよ。お、そうするとなんか自然と広がっちゃいそうな気もしますけど、少人数がいいんですか。なんですよね。そしていいと思いますよ。やっぱこういう若いメッセージ発してシーシャバーとかやって、それでリア充だとあまりにも陽キャすぎるんでそのギャップがいいんじゃないですか。ああ、うん、なるほど、うん、
あとはいわゆるビジネスとかインフルエンサー的な位置づけの人との関係性はほとんどなくて、だ呼ばれる飲み会もロックスター飲み会とか、まあ、僕でもしてる人がいっぱいいるんだけど、一般の人の感覚とは違うじゃないですか。だから楽しいは楽しいんですけど、美濃さんみたいに何か SNS とかでも打てば響くみたいな関係性はないですよね。いいじゃないですか。いいんですか。うん、いいと思う。でなんかこれで僕逆にこういうおしゃれなシーシャバーとかできないから、はい、こんなおしゃれなシーシャバーやってて陽キャで影響力あったら嫌なやつですもん。そうなんですか、うん、嫌なやつだなって、なんかイケイケで嫌なやつだなって思われちゃいます。だからちょうどいいですよ。実は友達少ないみたいな、そのギャップが愛されてるんじゃないですか。だから本当友達の数がうちの本の数みたいな、うん、著者は仲良くなるじゃないですか。だから久保塚洋介さんとか、うんうん、DJ 社長とか桑口さんとか、うんうん、高橋歩さんだから本を出すと友達が一人増えるみたいな。いや、いいじゃないですか。いいんですかね、うん、でも例えば美濃さんだったら、じゃあお店あります、うん、美濃さんの誕生日の時に、うん、今日僕の誕生日会やりますってなったらもう満タクになるじゃないですか、うん、多分僕が誕生日会ここでやりますって、うん、もう集まんの 4,5 人いいな。でもそれいや、どういうことですか。そっちの方がなんか本質的な人間付き合いをしてる感じするじゃないですか。そうなんですかね、うん、全然いいと思います。大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った2人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは、夢を叶える最強の攻略法。最新刊高橋歩夢、北里洋平、死の子の言わずやっちまえ。ああ、そうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いや、まだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。死の子の言わずやっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社作れるわけだから。そういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の次元がある。いや、俺生きてりゃ無敵なんですよ。どうにでもなるじゃん、人生なんて。世の中のためになるとか、成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところで必死になってる。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと、自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さいとしてロマンチックだよねって言ったら、僕は何負けてもいいやっていうね、マチュピチュでしょうか。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからなっていうことだよね。やりたいことを仕事にするために、自由奔放高等無形な2人の叶えから、出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編、2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊死の子の言わずやっちまえ、2024年11月1日全国書店にて発売。 Amazon で絶賛予約受付中。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.